皆さん、こんにちは。今日はロケットの中の時間と地球上の時間との関係について学んでみようと思います。画像は、これは NASA でロケットが今にも発射しようとしているその瞬間の画像です。そしてこの資料は全て Word というものを使って作成いたしました。どれほど皆さん方のために役立つか心もとないですが、一つよろしくお願いしたいと思います。さあ、ロケットの中の時間 t と地球上の時間 t' の関係を学ぶために、次のような図をワードで描いてみました。これがロケットです。このロケットが右に向かって v の速さでこう走っていきます。そのロケットの中、天井の C から光がロケットの床、フロアまで発射されます。そのロケットの中の時間が C です。さあ、そこでこの CF の長さは速さかける時間で CT となります。これをここにこのように描いておきます。で、次にロケットが V の速さで走っていきます。で、そのロケットの速さをこの矢印で表します。つまり、V の速さで地球上の時間 t' ということで、 vt' というのがこのベクトルの長さになります。そこで vt' というものをここにこのように描いておきましょう。ちょっと下に下ろしましょうかね。これが vt' です。さて、地球上のこの女の子は C から光がこのように走っているように見えます。つまり、斜めに光が走っているように観察するわけです。で、その行った先、床の面の点を M としましょう。このように描いてみますと、三角形 CFM というものが描かれます。で、C から M まで光が走るということは、光の速度 C とそのかかった時間、地球上の時間 t' をかけた長さということで、この長さの関係から直角三角形というものを意識して式を立てることができます。つまり、 CF は CT、 それから FM は VT'、 そして CM は CT' という関係になりますね。さて、そこで三角形 CFM は直角三角形ですから、ピタゴラスの定理が成り立ちます。つまり、斜めの長さ CT' の2乗イクオール縦の長さ CT の2乗プラス横の長さ VT' の2乗ということになります。それを CT の2乗ということで表すと、このような引き算の式が現れますね。これを展開をして整理をしていきますと、このようになります。t の2乗は c の2乗分の括弧 c の2乗マイナス v2 乗かける t' の2乗です。お互いに2乗というものですから、t を出すと、これはルートの中に c2 乗分の c2 乗マイナス v の2乗が入ります。そして t の2、t' の2乗はここへ出ますね。
したがって t は t'×√1-c分の v の2乗というこんな関係式が出てきます。さて、この式を眺めてみます。もし仮にこの v が割合光の速度よりも小さいとする。そうするとここは0に近いですから、ルートの中は1で、t と t' は等しいということになりますね。で、v の速さが c よりも小さいということは、この c の速さと、つまり光のスピードというものは、1秒間に2,999,002,458m も進みます。そのような大きなスピードの持ったものは、世の中にはまずはない。もちろん日本人間の技術ではとても実現できるものではありません。ですから一般に地球上にあるものの速さというものは V が光のスピードに比べて小さいですから、このような項はゼロになって、乗り物の中の時間と地球上の時間はほぼ等しいという形で全く影響がないというふうに考えられるわけです。ところが、この V が C の速度にだんだん近づいてくる。例えば、ここの項が無視できない状態で 0.2 だの、0.5 だのなってくると、1からそれを引いて、この中が 0.7 とか、0.5 とかいうふうになると、この t' にその 0.5 がかけられるというような形になって、 t は非常にこう小さくなってくるということですね。つまりロケットの中で経過する時間は小さくなってくる。つまり時間の経ち方が地球から見ると遅いという感じになってくるわけです。さて、それを具体的に数値を入れて計算をしてみます。もし仮にロケットの速さ V が C の 0.6 倍だったとする。この 0.6C というのをここの C、V に入れますね。そうすると、ルートの中は 1-C 分の 0.6C で、この C と C が約分されて、1-0.6 の2乗で663乗は 0.36 ですね。すなわち 1-0.36 でルートの中は 0.64。 そうすると 0.64 は864ですから 0.8 ということになります。つまり t イクオル 0.8t' というこのような式が現れてくるということになります。つまり地球上の時間 t' の 0.8 倍、ロケットの中のこの時間は t は地球上の時間の 0.8 倍だということで、値が小さいということはロケットの中の時間、立つ時間は小さいということになります。例えば t' が100とすると、つまり地球上で100年経ったとすると、宇宙船あるいはロケットの中の時間は80年しか経っていないということが起こりうるということですね。私たちは現在 GPS というシステムを知ってあるいは活用していますね。GPS を活用することで自動車が例えばどこにいるかということを正確な形で表すことができる、知ることができる。それは人工衛星を利用しながらのことなんですが、人工衛星は非常に速いスピードで地球の周りを回っています。ですから、その時間差、時間の遅れというものは無視できない。ですから、相対性理論を使いながら修正をしているというのが実態なのです。さて、1905年にアインシュタインが特殊相対性理論ということでこのような関係を導いておりますが、その1年前、
1904年にローレンツという人がそのようなローレンツ変換ということでこのようなことをすでに発見しておりました。で、皆さん方は磁場とか電流、そして力の関係からローレンツ力、左手の法則みたいなものを学んでると思います。そのローレンツさんのことですね。まあ私たちはここでロケットの中の乗り物の中の、あるいは動くものの中の時間と地球上の時間の関係をこのように見てまいりました。t イコール t ダッシュルート1マイナス c 分の v カッコの2乗というものがその関係を表しているということでした。それでは今日の勉強はこれまでとさせていただきます。ごめんください。さようなら。